皆さん、こんにちは。本日もスプラトゥーン3の動画を撮っていきましょうか。大変なことが起こってしまいました。いや、これね、マジで大変なことが起こってしまった。おそらくこれに関しては次回のアップデートで修正されることになるんじゃないかなと思っているわけですが、皆さんすでにご存知かもしれませんけど、まずですね、ギアパワーっていうのはメインとサブがあるわけで、で、メインに関しては最初からこういった形で解放されております。一方で、サブギアパワーに関しましては、そうです。最初ハテナになっていて、で、対戦することによって、どんどんポイントが加算されていって、で、ある一定のポイントまで貯まると、まあ、解禁されていって、まあ、こういった形で、まあ、サブパワーがどんどんついていくっていう仕様になっていると思うんですよね。ただ、この度ですね、次につくギアパワーを事前に把握する方法っていうところが判明いたしました。まあ、いわゆる乱数調整っていうやつですね。まあ、これによって、次つけるギアパワーですね。こちらを厳選することが可能となっておりますので、まあ、極端な話、自分の好きなサブギアパワー、簡単につけることが可能となってしまいます。例えばさ、イカ速1.3。つけるのって相当難しいと思うんですよ。相当難しいと思うんだけど、ただ一方で、この方法を使うと本当にね、簡単に、好きなギアパワーつけることができるようになってしまいますので、まあ、ある意味ゲームバランスが崩壊してしまいます。まあ、そういった背景もございまして、今こちらがかなり話題となっております。いや、本当にこれね、どうなるんでしょうか。まあ、詳しくはこちら見ていただきたいわけなんですが、そしてもしよろしければ、このタイミングで高評価、そしてチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。おそらくスプライやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いします。で、これなんだけど、ツールを使うと、スロットごとにつくギアを事前に見れるっていうことですね。そう。まあ、スプラ2の時もさ、同じようなやつがあったんだけど、なんとね、もうスプラ3版がこちら出てしまいました。多分日本初なんですが、ギアのシードを特定し、その先を見て、アミーボギアに、アクション強化1.9をつけました。いや、これやばいっすよね。はい。レベルアップでつくギアパワーを10回ほど観測すると特定できます。っていうことで、1.9か。これとんでもないことになっております。いや、すごいよな、これ。ちなみにこれ1.3っていう人と1.9っていう人がいるからさ、なんとも言えないところではあるんですが、皆さんはどっち派ですか ?1.3、1.9。まあ、どっちでもいいか。で、まあ、そんな感じになっております。で、次につくギアパワーが分かったところで、どうするんやって書かれておりますが、イカ速1.3を作りたいとき、2連続でイカ速がつくタイミングが分かれば、その直前でクリーニングをかけ、イカ速を0.1つけておくことで、使うかけらを10個に抑えられるとかですかね。クリーニングでテーブルが変わらない前提ですけど、って書かれていますね。まあ、厳密にはこちらのツールで把握することができるので、まあ、ちょっとね、違う部分があるんですけど、見つけた人、えぐいな。ゲームデータいじることにはならないから、バンはありえないけど、運営は対策するのかしないのか。まあ、確かにね、ゲームデータ自体をいじるっていうわけじゃないからさ。まあ、今ネットでは相当賛否両論分かれておりまして、さすがにこれは良くないんじゃないか。自力でつけた方がいいんじゃないか。そんなことをして楽しいのかっていうことで、プチ炎上騒ぎ。いや、プチではないか。炎上か。普通に炎上騒動に発展しております。まあ、想定外じゃ想定外ではありますからね。だってさ、自分の好きなサブギアパワーつけることできるんだったら、なんだろう、やり込み要素っていうところが、非常にですね、スプラトゥーン3、厳しくなってきますので、逆に言うと、飽きる人も出てきやすくなってしまうわけだからさ、あんまりよろしくないかもしれませんね。スプラ壊れちゃった。なんでスプラでも乱数調整見なきゃならんのだ。まあ、こちらのツールで乱数が見ることできるので、まあ、これを使うことによってギアパワー厳選できるっていうことですね。そして今ネット上では、こちらのツールを使うべきか、使わないべきか、で、使ったらチートや改造と同じじゃないかっていうことでかなり話題となっているっていう話になっております。皆さんはこの件についてどう思いますか？もしよろしければ皆さんのご意見、コメント欄に書いていただけると幸いです。ただ、こちらのツールですね、開発した方はかなり叩かれてるみたいなので、いやー、けど、結構これ、
難しい話ではありますよね。まあすごい便利ではあるし、まああれば使いたくなるけど、まあどうなんだろうねこれは。いやほんと難しいわ。これマジで難しいよね。どうなんだろうとしか言いようがないんだけど、ただまあ先ほどね言った通り、別にガチのチートや改造ではないし、ゲームのセーブデータ自体をいじくるってわけじゃないからさ、まあ違反でもないっちゃ違反でもないんですよね。ただ不正行為かどうかって言われると怪しいところではありますよ。まあ簡単に言うとテストでカンニングしてるようなもんだからさ。でカンニングっていうのは皆さんご存知の通り不正行為に該当しますよね。なのでまあ改造とかではないけど不正行為ではあるよねっていう話だからさ、非常にこれ難しい話ではあるのかなっていうところでございます。まあとりあえずそういった形ですので、まあこういった話もあるんだよっていうところをご認識していただければと思いますね。よろしくお願いいたします。で先ほどのツールの名前なんだけど、スプラギアギアシードチェッカーっていうのが正式名称みたいですね。まあギア流線が必要なくなるっていうのは非常にですね、まあストレスもないし、まあ簡易的になるので、まあありがたいと思う人がいる一方で、それは良くないんじゃないかっていう人もいるから、まあ賛否両論あるっていう話ですね。はい。いやけど、追加ギアパワーってさ、大変じゃない?実際さ、スプラトゥーンやってたらわかるけどさ、あれかなり大変っすよね。なかなか欲しいものが自力でつかないしさ。で、かけら集めるのも相当大変じゃん。時間泥棒すぎないか。いや、一つのさ、まあ、服であったりとか、まあ、頭とか、まあ、足とかいろいろあるんだけどさ、作ろうと思うと、まあ、相当時間かかりますからね。あと、サーモンランもやらないといけないからさ、大変なんですよ。ただ、そういったところに時間をね、かけられない人もいるわけだから、そういった人にはかなりありがたい内容なのかもしれませんね。まあ、そんな感じでございます。ただ、待望されていたですね、ギアシートチェッカー、この度、なんと、実装されましたので、まあ、そこのところの情報共有となりました。皆さんいかがだったでしょうか?ただ、一方で、冒頭でも言った通り、おそらくね、これに関しては、修正されることになるんじゃないかな。どうなんだろう?いや、本当に何とも言えないけどさ、ただ次回のアップデートで、使えないようになるんじゃないかなと思っていて、乱数がずれたりとかしたらもちろんですね、使うことができないわけだからさ、果たしてどうなるんでしょうか?いやー、けど、公式は多分何か対策を打ってくるんじゃないかな。いや、打ってきそうな感じはしますよね。ほぼ間違いなく打ってくるんじゃないかなと思っているんですが、どうでしょうか。まあおそらくそこに関しましては続報ですね、やってくるかと思いますので、もし何か進展がございましたら、こちらのチャンネルで取り上げさせていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。ちなみにですね、次回のアップデートは、今のところは10月の半ばから11月の1週目にかけてあるんじゃないかっていうことが言われてますね。次回の腕前リセットのタイミングが12月の1週目にございますので、でその中間地点で公式がわざわざ武器の調整アップデートを行いますよっていうことを言っていたんで、で9月9日にこちらのスプラ3が発売して、で12月の1週目おそらく12月の9日かな、9日に腕前リセットがある可能性が極めて高いということが言われておりますので、まあその中間地点で考えると、まあやはりですね、10月の半ばから、ないしは11月の1週目になるかと思いますので、いやーけど間に合うのかな?修正どうなんだろう?はい、ということで今ですね、話題に上がっていることを取り上げさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか?これからも継続的にスプラトゥーンの動画撮っていきますので、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあねー。